なんか不安がってる。これは。ここは警察署的な。何が手がかりになるかわからない。そうだろ。ショックを受けたのね。ほら落ち着いて。ウェイウェイ、どう君たち。昨夜ロシアの貨物船とアメリカの巡視船が衝突したとの情報が入りました。ほうほう、ああ待って、押さないで。威嚇射撃が交わされたものの、双方に損傷や負傷者はないとの確認が取れています。ほう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 。国防長官であるデニス・リグス氏はこれ以上過剰な挑発を見過ごすわけにはいかないと言明しています。ほうほう。北極圏に面する国、とりわけスウェーデンとカナダ、この両国は速やかに国際会議を開催し、軍を撤退するよう呼びかけています。ほうほう。ですが今のところモスクワもワシントンも沈黙を守っているようです。状況の変化が確認され次第随時番組でお知らせします。やはり何年経っても全ての国が仲良くとはいかないんだよな。じゃあ2代目コナー、アマンダはなんかちょっと怒ってたね。油断すんじゃないわよっつって。で、そう、さっきも言ったけど、そのカーラとマーカスよりも性能のいいアンドロイドなんだろうなっていう感じはするよね、このコナー。だって警察に介入して捜査できるぐらいなんだもん。で、変異体が増えている今のアンドロイド事情を解明してどうにかしなさいよってアマンダに言われてるってこと？ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。あと、君の連絡先も教えてくれない？警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。ほう。アンダーソン警部補のデスクを見つける。何が？誰が喋ったんだ今。よう、おい、なんだよ。なに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 。ああ、ああ、そっか、手前の壁か。よう、デスクについて聞こう。アンダーソン警部補のデスクを教えてくれ。あちらのデスクです。このサンプル調べたか。オッケー。ありがとう。新種のレッドアイスでも試してた。あ、薬物だよね、レッドアイス。あの死んでたカルロスが摂取してた。法医学分析に回せ。やっとくよ。ほう。他になんかないかな。うん、なんかうまくいってなさそうな感じだね。揉めてる？おいおい、よしてくれよ。俺が頼んだのはピザ3枚だぜ。2枚しか作ってねえってどういうことだよ。君は人間？人間っぽい。君はアンドロイド。アンダーソン、この机だ。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。ほう。じゃあまだしばらくは現れないってこと？おとなしく座ってんのかわいいじゃん。え、かわいい。あ、立つんだ。
なんだって？デスクを調べる。署内を探索する。デスク調べよう。再生。ヘビーダークメタル。まあそんな感じの音楽かけてたからな、車の中で爆音で。おお。アマンダは適応しますって言ったらなんかテンション下がってたから、それが嫌なのかな。適応するじゃなくてどうしたらよかったの。いっぱいあるじゃん、手がかりみたいなの。お？これは？デトロイト市警、レッドアイスの売人ネットワークを摘発。国内で50人以上を検挙。凶悪な売人を逮捕し、拡大し続けるレッドアイスの悪夢に、デトロイト市警が終止符を打った。これにより、麻薬売買は推定50万ドルに及ぶ規模で縮小。若くして才能あふれるハンク・アンダーソン刑事はこの何ヶ月にも及ぶ作戦の立役者と言われている。アンダーソン刑事とチームの活躍は捜査員の鏡と称されているとのことだ。おー、あ、今がアンダーソン警部補だから、警部補になる前の活躍の記事ってことか。はいはい。アンダーソン刑事、警部補に昇格。デトロイト市警最年少の警部補に、ハンク・アンダーソン警部補は近年稀に見るデトロイト市警の敏腕刑事。注目を集めた事件を多数解決に導き、デトロイト市警の要として活躍。ファウラー警部は今回の昇進を遅すぎるぐらいだと述べ、アンダーソン警部補は署長が共に仕事をした中でも最も才能あふれる警官であると称賛。警部補は今後も目覚ましいスピードで昇進するだろうと期待されており、すでに未来の首長になる人物とささやかれている。うーん、若い頃結構ブイブイ言わせてたんだ。エリートというかすっごい仕事のできる人なんだ。でもこれ2028年9年だから、今が2038年とか約10年前。あー、なるほどね。なんかでも今あんなね、バーでクソゲーみたいな感じになってたから、なんかつまずいたのかな。ハンク・アンダーソン警部補とデトロイト市警捜査班の長期にわたる捜査の末、1トンにも及ぶレッドアイスが船の貨物室から発見された。レッドアイスを見つけ続けてるんだ。これはなんかレッドアイスを取り締まった人たちってこと？はあ。リアルポリス。グッド。デトロイトの野球帽。野球が好きなのか。あ、ワンちゃん飼ってるんだ。セントバーナード。ワンちゃん飼ってて、お、マッチ、ジミーのバー。あー、え、前回ハンクと初めて会った場所のバーのことかな。反アンドロイドのスローガン。アンドロイドではなく頭を使え、アンドロイドフリーの環境へ。あー、なるほどね。ハンクは反アンドロイド勢なんだよね。まあ口調からしてそんな感じだったし。ドーナツ、甘いのが好きなのか。まあドーナツはカロリーゼロですから。イロハモミジ、アジア、シシトウ。植物が好きっていうこと？これは？コーヒーカップ、冷えたコーヒー、
カフェインの痕跡。コーヒーを飲んでいた。もうないか。うん、ショーを授与された警官だった。あ、早いじゃん。私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。おい、お前昨夜頭をぶち抜かれたんじゃ。残念ながら前任者は破壊されました。ですが、メモリーはすべて私に転送されています。捜査への影響はありませんので、ご心配なく。嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。オフィスで話を聞く。オフィスを探索する。え、どっちか選べってこと？話聞くか。毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。すまんな。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。うんうん。それが今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです？俺なんかよりこの事件に向いてるやつは山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなければ、反アンドロイドだもんな。ろくに使いこなせねえってのに機械音痴なんだ。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがるやつがいなくて俺に押し付けたんだろうが。まあそう、荒れるなって。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。まあもういい。いいね、一歩も引かない。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだけどこの話はもう終わりだ。いいね、アメリカンな言い回し。なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。ここでハンクとの好感度が結構高かったらこんな感じにはならなかったかな。こう好意的な態度。加われて光栄です。必ずや最善を尽くして。出るときドアを閉めてってくれ。あはははは。まあ。では失礼します、警部。苛立ってるときになんかこんな言われてもっていう感じ？まあ今のは好意的にみたいな。なんかハンクの様子を見るの他に、お、なんかあんじゃん。あ、これ読むやつか。あ、カール、カール、デトロイト在住著名画家の詩、カール・マンフレッドの光と闇。著名アーティストカール・マンフレッド氏が死亡したことが分かった。行政解剖の結果、死因は自宅で起きた出来事によるストレスが原因の心不全。ストレスが原因だったの？マンフレッド氏の息子であるレオさんは家族のプライバシーを尊重するようメディアに求めている。カール・マンフレッド氏はネオシンボリズムの代表格で、ネオシンボリズムか。ネオシンボリズムの代表格で、2020年代にフランシス・ベーコンの系譜を継ぐ力強くダークな作風で一躍その名を知られるようになった。死の名声は急速に高まったが、やがてアルコールやドラッグ依存症に悩まされる低迷期が訪れる。しかしここ数ヶ月の間は創作活動を再開したと言われていた。デトロイト市長はマンフレッド氏をデトロイトの光明と評し、市を代表して遺族に哀悼の意を述べた。残された絵画は数週間のうちに市の自宅でオークションにかけられる予定である。これレオが
絵を売っ払って儲けようっていうことになってんじゃないの？とんでもねえやつだな。イワノフ首相の反発、ロシア首相が大統領の警告に回答、サイバーライフが1兆ドル企業に、人口、世界人口100億に到達、すべてのロシア兵を即刻北極圏から撤退させようというウォーレン大統領の要求に対し、ロシアのイワノフ首相が声明を発表した。イワノフ首相はウォーレン大統領の発言をメガホン外交と批判し、アメリカの武力威嚇こそ北極圏の安定を脅かす最大の要因であると述べた。ロシア政府はロシアの領有権に関する声明を発表し、イワノフ首相は他のすべての国同様にアメリカ合衆国も国連条約を守るべきであると述べた。緊張緩和の兆しは依然として見えない。ロシアとアメリカは仲が悪いのか。他になんかいじれそうなもんないな。まあオフィスの探索をほぼやってないからな。新しいコナーについて理解を示す合理的な態度、建設的な態度。あー、どれかで話しかけろってこと？合理的はあれだよね、そう反発したって私たちがペアでやっていくのは決まっていることですからみたいなこと言うのかな。それはダメですね。建設的な態度、まあ建設的はあれだな、なんかまあまあまあうまくやっていきましょうやみたいなこと言うのかな。新しいコナーについて言うか。だって理解を示すっつったって、そんな寄り添われて喜ぶやつかって思っちゃうんだよな、ハンクのことを。私の前任者が破壊されたせいで、あなたを不愉快な気分にさせてしまいました。ああ、いいじゃん、いいじゃん。二度と同じことが起こらないよう、ベストを尽くします。いいじゃん、いいじゃん。ああ、なんか一番上の、一番上の何だったんだろう。ま、ポジティブに接しよう。とにかく、私はあなたとご一緒できて、とても光栄です。きっといいパートナーになれる。うん、ポジティブに行こう。デスク？デスク。どこかに使ってもいいデスクはありますか？そこなら空いてるぞ。本当だね、空いてるわ。いやー、人間同士でもうまくやるの難しいんだから、アンドロイドと人間がうまくやるのもまた難しいね。おお。犬。犬を飼ってるでしょ。なんで知ってる？犬の毛が椅子に。犬は好きです。いいじゃん。犬の名前は？関係ないだろう。お、ちょっと距離詰めすぎたか。相撲だ。相撲？相撲って呼べる。日本文化が好きなのか？アンドロイドのことはなんで嫌いなの？アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。あなたには何か私を嫌う特別な理由があるんですか？うん。ちょっと教えてよ、そういうの。一つあるな。何？もうめんどくせえ。バスケ。デトロイトギアーズのファンですか？昨日はカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。見ましたか？お前がバーに現れるまで見てたんだ。ごめんって、敵対しちゃった。もう音楽音楽もう全部聞くわ。お好きなんですね。私も好きです。とてもこうエネルギッシュで。お前ヘビメタ聞くのか？お、いいじゃん。音楽自体それほど聞きませんけれど興味はあります。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、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 いいじゃん。もう全部話そう、全部話そう。ファウラー警部とは長いんですが、
ああ、嫌になるほどな。そうなんだ。腐れ縁的なのがあるのかな。あ、これは別に。出勤時間、これ聞いたら下がるかな。まあ一回聞いちゃえ。あなたはいつもこのくらいの時間に出勤されるんですか。俺は好きな時に出勤する。あ、そうなんだ。いちいち余計なお世話なんだよ。じゃあ調査始めるか。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。いいじゃん、コナー頑張ったよ。頑張ってコミュニケーション取ったよ。立派なもんだ。事件種別、失踪、被害者ゴードン・ロペス。報告を行った警官。あ、アンドロイドなのかな、わかんないけど。捜査担当、アンダーソン警部補。未解決。アンドロイドの関与あり。10月 ?1 ヶ月ぐらい前ってことじゃん。被害者はいつも通りアンドロイドを家に残して出勤したが、帰宅したところアンドロイドが失踪していた。家に押し入りの形跡はなし。アンドロイドが命令なしに家を出た可能性。で、まあ、こういうアンドロイド絡みの事件が増えてるからこそ、カールの家に来た警察官も迷いなくマーカスを撃ったのかな。そういう背景もあるか。被害者チャールズベル。未解決。被害者はチャンバーレイン通り842番にあるレストランチェーン店ファーストコニードッグでウェイターとして働く AV500 に襲われたと主張している。被害者によるとアンドロイドは現場から逃亡する前に突然被害者を突き飛ばし首を絞めた。アンドロイドは現在も逃走中。でもさ、何をするにもアンドロイドがなんで変異したかっていう原因を探さないといけないよね。まあそのためのコナーなんだろうけど。事件種別、暴行。被害者は所有していた AP700 に襲われた。アンドロイドは逃亡前に複数の部屋を荒らしている。へー。失踪、フロイド・ミルズ。被害者であるエデンクラブのマネージャーは成人用アンドロイド WR400 の失踪を通報。アンドロイドは客を家まで送り届け、そのまま失踪したものとみられる。もう本当に人間と変わんないね。243件もたくさんあるね。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり、急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨夜人間を殺害したそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。 AX400 型ってカーラのこと？理解示そう。あなたが個人的な問題を抱えているのは理解しています。ですがそのことは優しくしてやるよ。捜査は。もう喋るな。うんざりだ。お前はダチじゃないし、お前の助言も必要ない。うぜえ。なんだこいつ。毅然とした態度。私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりは。おお、いいぞいいぞ。そう、対等に行こう。いいかてめえ、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。なんだよ。痛い目見るぞ。なんでこんな怒ってんの。警部補、ほんと嫌。お邪魔してすみません。昨夜男を殺した AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデール地区のようです。ああ、わかった。どうすりゃええねん。気難しすぎるでしょ、ハンクさんよ。キーまったく。これは
え、なんかアマンダ見つけず、なんか全く別の、なんかあるな。あ、違う。お墓の他に何かがあったんだ。署内の探索は全然してなかったもんな。で、ハンクと話して、ハンクが激怒した。結局、ハンクは激怒する運命だったの。で、ハンクが手がかりを得た後、また別の結末がある。何だったんでしょう。さあ。